こんばんは、金美館通りの藤村です。今日はモテない男性がホストになったらという話をしながら、男性がモテるのに大事な要素の自信について考えてみたいと思います。ホストってそれまでの人生でモテてモテて、もう本当に自分に自信のある人がやるものみたいなイメージってあるじゃないですか。でも実際はホストになる理由って様々で、ホスト漫画を読んで憧れてとか、ホストの花道や給与明細といったテレビ番組を見て憧れてとか、それ以外でも単純に体一つで東京に出てきて寮付きの仕事だからこれを選んだとか、前科があるから他に選択肢がないとか、消去法で選んだという人も少なくないです。ただ藤村さんがホストに通い始めたような昔の時代は、完全にヤクザになるかホストになるか他に選択肢がないというような人が多かったのに比べて、近年だとなんとなく若いうちに一度やっておきたいとか、女の子にチヤホヤされながらお酒が飲みたいみたいなカジュアルな理由も格段に増えました。その中でも入店当初から明らかに浮いているのが、あまりにもモテなくて女の子に免疫がないから荒療治としてホスト始めましたというタイプです。なんで理由がわかるかというと、本人から聞いたっていうことが何回もあるからです。今まで女の子と付き合ったこともないし、話すのも苦手だし、当然 DT だけどホストになったらなんとかなるかと思ってということみたいです。もちろん見た目もパッとしないし、態度もおどおどしていて、喋ると言っても今日はいい天気ですよねみたいな感じになっちゃうので、客の女の子からは大不評です。中にはなんで自分の客よりも冴えない男に接客されなきゃいけないんだと怒り出す女の子もいます。ホストも基本的にはクラスの陽キャ軍団にいるようなタイプが多いので、明らかにいじめられっ子的なタイプが入ってくると、やっぱりいじめなのかいじりなのかギリギリの線ですが、いじり倒します。ただ無視することに比べたら優しい扱いではありますけどね。でもそんなのでも面接に通っちゃうのかって不思議に思うかもしれませんが、一部の有名店を除けば面接に来た人を選んでるような余裕はないくらい万年人手不足です。それに何が当たるかわからないという世界でもありますから、一応採用はしてみるというお店が多いようですね。ただ元々がおとなしくてモテないコミュニケーションベタな人が入ってくると、やっぱりそういう周りの扱いに負けて9割はすぐに来なくなります。もう早ければ初日の営業中に消えてしまいます。あれ、タバコ買いに行かせたらそのまま戻ってこないなみたいな感じです。退入って何っていう動画の時に、体験入店のホストには入店してほしいから最初は周りはすごく優しく接するという話をしましたが、さすがに入店しても戦力にならなさそうなホストには周りも結構冷たいです。でも残りの1割は根性なのか、辞めると言い出す勇気もないのか、ずるずるとそのまま居続けた結果どうなるかというと、見事に変わります。やっぱり男性も身なりにお金をかけたり、喋る時の声の大きさやテンポ、全体的な態度が変わってくると印象が全然変わるので、2ヶ月ぶりにヘルプでついたそのホストを見て、え、こんな人いたっけってなったりもします。いやいや、夏に新人で入ってきた何々だよ、あのおどおどしてたやつみたいに言われると、え、こんなに変わるのって驚いたりもします。実際に入店当初は全く冴えなくて、担当と藤村でいい子だけど売れないだろうねと話してたホストが、今では有名グループの幹部でナンバーです。この子は本当にすごい田舎から出てきたおとなしい感じの小柄の男の子で、羊毛フェルトが趣味って言って、針でひたすらフェルトをつついて形にしていくという羊毛フェルトの話を宅でよくしていたので、大丈夫かなと心配していたんですが、何があったのか、今はお店のホームページの写真を見るとバリバリのビジュアル系で中性的な美少年みたいになってて、有名な1000万プレイヤーになってます。もう多分今この子がヘルプについてくれたら、藤村さんの方が敬語使っちゃうと思います。これ変わるとしても、何がきっかけだったり原因だったりするのか考えてみたんですが、一番の原因になってるのは自信。これを何かの理由でどこかのタイミングでモテるかどうかで大きく変わります。
基本的に女の子は自信に溢れた感じの男性が好きです。態度も言動も堂々としてる人に憧れを感じます。お金を持ってる人や顔のいい人がモテるというのも、お金や顔といった根拠があって、自分に自信があるからこそ堂々としている人が多いからで、これがいくらお金を持っていても、ビクビクして声が小さいタイプは実際あまりモテません。それで売れないホストがどこのタイミングで自信を持つかというと、自信を持たせてくれる女の子に出会えるかどうかです。いくら周りのホスト仲間が、大丈夫、お前は売れるよと言ったところで根拠がないんですが、一人でも女の子のお客さんがついて、あなたは売れると応援してくれると、それが自信につながります。独占欲が強くて売れないホストばかり応援したがるタイプの女の子というのもいるので、意外とどれだけ望みの薄そうなタイプのホストでも一人くらいはお客さんができるものです。そこで自信がつけば、新規のフリーの女の子と話すときも前よりもグイグイといけますし、態度や言動が変わってきます。運が良ければ私がナンバーに入れてあげると一人の女の子がポーンと使ってくれることで一気にナンバーホスト。そうすると周りのホストからも一目置かれることになりますから、他のホストに対しても引け目を感じずに対等に付き合えるようになります。ある程度売れてくるとお金にも余裕ができて、歯をセラミック矯正したり、ヒゲを脱毛したり、整形したり、服装もおしゃれになりますから、だんだんと自分のことを好きになる女の子も増えていきます。こうなる頃にはもう自信もついて、悪く言えば調子にも乗って、だいたい冴えなくて売れなかった時代からずっと応援してくれてた女の子にものすごく冷たくなったりもします。ホストに限らず、バンドマンや俳優界隈でもよく聞く話ですが、売れない時代に支えてた彼女って大体捨てられちゃうんですよね。売れてくると人付き合いも変わるし、周りに寄ってくる女の子のレベルも上がりますから、それに比べると売れない時代の彼女というのが見劣りしちゃうんでしょうね。はい、というわけで男性も女性と同じように磨けばすごく変わります。特に夜の世界みたいな外見が重視される場所にいると、周りも体型や服装に関して敏感な人ばかりだから、影響も受けるし競争心も湧きます。逆に夜の世界から離れてしばらく経つと、目に見えて緊張感のない外見になっていきます。この辺は藤村さんも全然人のこと言えないので気をつけたいとは思ってます。思ってはいるんですけどね。ホストを見ていると、男性でもまず眉毛を整える、髪型をちゃんとする、靴にインソールを入れて数センチ身長を盛る、あとはお金はかかりますがやっぱり歯を直すと劇的に見た目の清潔感が変わるというのがわかります。見た目に自信がないと、それが自分自身の振る舞いにも現れちゃいますから、まずは見た目を整えるというのは大事です。女の子も見た目もおとなしくて、すごく性格も引っ込み思案なタイプの子にゴリゴリのギャルメイクと服装をさせてみたら性格まで変わったというのを実際に見たことがあります。やっぱり見た目次第で周りの扱い方が全然違ってくるので、そこから本人の意識も振る舞いも変わってくるんですね。そういった意味では、男性で言えばブランド物の高い時計やスーツを身につけるというのも、それが自分の自信につながるなら大いに意味があります。大事なのは自分なんかと思わずに堂々と振る舞うということです。謙虚を通り越して卑屈な感じでいると、せっかくの自分の価値が必要以上に低く見えてしまいます。そのために何か自信を持てる根拠になるものを見つけたり作ったりすることが、持てることにつながっていくんじゃないでしょうか。藤村さん、一度保険の営業の仕事をした時に思ったことなんですが、自分がいいと思う商品じゃないと自信を持って人に勧めるということができないです。恋愛も似たようなもので、まずは自分で自分のことを魅力的だと思えないと、異性に対して自信を持ってアピールができないですからね。というわけで、藤村さんもこれ以上自信が目減りしないように、食事に気をつけて適度に運動をします。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。